同日午後5時41分、留置場13号独房。あ、ジーナさん、戻っていたんですね。あ。どうですか。弁護はやってもいいんでしょうか。ジーナ様、取り調べが終わったようでございますね。お疲れ様、ジーナちゃん。大変だったでしょう。え？え？うん、平気だけど。さっきはありがとうございます。ハチさんの店を調べてきましたよ。そうなんだ。まだね、いろいろよくわかってませんけども、まあ、おそらくジーナさん、あれですね、アイリスさんの原稿をやっぱ確認しに行ったんでしょう。調査のこと聞いてくれないの？頑張ったんだよ、私たち。だって、聞く必要なんてないから、あ、やばい、これやっぱり。お前がやったってみんな、そう言ってるし。そうなの。実際どうなんですか、ジーナさん。最終的な答えを聞きに来ました。答えって何？明日の裁判、僕に弁護を任せてくれるかどうか。そろそろ法廷の手続きの受付が終わる時間なのです。そうなんだ。ジーナさん、さっきまでの勢いが消えたような。強がっても不安はのしかかる。僕にも覚えがあるな。そうだよね、なるほどサブも。お前がやったんだろうっていう中で、そういう風に言われて、でも麻生木が助けてくれたから、なんとか、カンとか無罪になりましたが、調査の結果、まあ、はっきりと、ジーナさんがやってないっていうものは分かんなかったけど、まあ、でも、謎の人物の血痕も見つかったし、弾痕も見つかったし、ああ、もう分かったから、そんな目で見ないでアイリス。それじゃ聞いてあげるけど。分かったの？犯人の正体は。残念だけど、それはまだ分からないです。なんだ。ジーナ様、まだ分からないということは、なるほど様はジーナ様が犯人だとは思っていないのです。確かに犯人の正体はまだ分からないけど、分かったこともあります。ああ、それって何のこと？例えば、ジーナさんがどうして昨夜あの店に潜入したのかとか、その理由とか、ジーナさんが昨夜保管庫に侵入したその理由、その鼻先に突きつけるんだ。突きつけちゃいますか。弁護の依頼で、依頼はどうですか？弁護に必要な依頼状や書類はすでに用意してございます。あとはこれを法廷の事務局に持っていくだけです。明日の弁護、僕にやらせてくれますか？どうなんだろうな。やっぱりやめておくよ。ジーナちゃん。依頼状っての？破って捨てといて。この独房ゴミ箱がないから。じゃあ明日の裁判は？ああ、一人で何とかするから。何とかできるわけないでしょうよ。ならないと思うの。何にせよ、なるようになるんじゃないの？ああ、もうなんかもう、私なんかどうやってもいいでしょうみたいな感じか。やれやれ強情だな。じゃあ、突きつけてやるか。あなたはね、アイリスのために動いたんでしょうと。ハツさんの店でしっかり保管されていましたよ。アイリスちゃんの書いたこの原稿が。あ、そうなんだ。よかったじゃない。開けられてたんですよね、なぜか。あの店の保管庫、不思議なことに物色された形跡がありませんでした。ただ一つ、その原稿が入っていた文書箱以外は、不思議ですよね。事件の夜、文書箱を調べたのは、ジーナさんですね。え？バスカビル家の犬、その原稿の存在を確かめることこそが、ジーナさんが、あの保管庫に忍び込んだ、
目的だったのです。ぐぅ、話を聞かせてもらえますか、アイリスちゃんの原稿のこと。バスカビル家の犬、ホームズ物語の未発表原稿。それできっととんでもない金額で売り飛ばせるよね。はい、おそらく5000ポンドより安いということはないでしょう。あ、結構するんだな、やっぱり。え？ジーナさん、あなたはその原稿を売り払うために？そんな、ひどいの、ジーナちゃん。そんなわけがないだろう。ちょっと待ってよ。そんなわけないじゃない、私は。ただ、あの質屋に本当に原稿が預けられているかどうか、いや、みんなわかってて、あえて。ただそれを確かめて、はっきりさせたかっただけよ。やっぱりそうなんですね。もちろん、アイリス様のためにでございますね。え？そんなの、最初からみんなわかってましたよ。え？やっぱりジーナちゃんは思った通り、ジーナちゃんなの。保管庫であの原稿を見たとき、昨夜のことを思い出しました。大人なんてね、平気な顔でひどい嘘をつくんだよ。あんたは、まだそれを知らないだけなの。アイリスに、騙されてるんだっていうね、アイリスのために確認しに行ったんでしょう。あの店に原稿なんかない。調べればすぐにわかるよ。調べてきてやるよということで言ったんでしょう。本当はね、ちょっとだけホームズ君を疑っちゃったこともある。あの原稿を私の知らないとこに隠しちゃったんじゃないかって。そんなこと考えちゃダメなのに。私ね、嬉しいの、ジーナちゃん。わかったよ。本当のことを話すから、その目で見るのやめて、アイリス。アイリスちゃんには弱いな、ジーナさんも。別に、アイリスのためなんて、そんなんじゃないから。私はただ、本当のことが知りたかったの。ホームズ様が、ハチ様の店に原稿を預けているかどうか。まあ、その大人が信用できない。そんなジーナさんも、まあ、ホームズのことは信用したいっていうのがちょっと後だろうからな。昨夜も言ったけど、私には最初からパパなんていなかった。でもアイリスは違う。パパはいるのに会えない。きっとそっちの方がずっと寂しいんだろうなって。ジーナさん。だから、アイリスはパパの物語を書いてるんだ。昨夜、話を聞いていて、ふとそう思ったの。パパの物語？確かにそうかもしれない。アイリスちゃんが書いていたのは、名探偵が活躍する物語ではなく、パパが出てくる物語。名探偵と彼を支える相棒の二人が活躍する物語だった。少なくとも私にはそう思えたの。ジーナちゃん、やっぱり優しいんだね。いい人だよね、普通に。もちろん私どもは知っておりましたと思う。だからそういうのやめてって言ってるの。私こういう仲良しごっこみたいなのが一番嫌いなんだから。誰も信用しない。そうすれば誰からも裏切られることもないの。裏切られたくないからだろうな、だから本当に。だからもう帰ってよ。ジーナさんのコートの袖、今まで気がつかなかったけど。本当だ。本当だ。何か赤黒い染みが付着している、間違いない。何を変な顔して見ないで。
どうやらあいつを突きつけるべきかもしれない。はあ、これはこの血痕が誰のやつか調べた方がいいんじゃないか。我々はジーナさんを信じている。そんなジーナさんを信じているからこそ、ジーナさんのそのコートの袖に付着しているシミは血痕ではありませんか。誰の血なのか分かりませんけど。知らなかった。知らなかったでしょうね、内側だからね。血痕ですか。でも見たところジーナさん自身は怪我をしていないから、昨夜ハチさんが撃たれた時に返り血が飛んできたとか、いや、どうなんでしょうね。まあまあ、細かいこと考える前に、ズバリこの子を使った方が早いよね。ちょっと何それ、アイリス。はい、行くよ、ジーナちゃん。動いちゃダメだからね。怖いよね、これ。さあ、何色になる？紫。ということは、これはモルターさんの血痕なわけだ。ああ。なんだこれ。袖どころか。こんなにいっぱい。これはメグンダルさんが嘘ついてたことわかりますよね。メグンダルさんはただ、起こそうとして血がついたって言ってたじゃん。起こそうとしてこんなところにまで血はつかないですよね。こんなにいっぱい。そうか。コートの色が黒だったから今まで見えていなかったんだ。めぐんだろの野郎。そしてただいまの紫色の血痕は、これまでに採取したサンプルの一つと完全に一致いたします。そのうちの持ち主は、モルターさんだね。2ヶ月前の事件の被害者なの。やっぱりか。メグンダルさんがやったのかな。どういうこと？あの事件の被害者。どうやらなるほどさは申し上げにくいですが、これで2ヶ月前の事件は解決した相応あります。ですね。レンガ職人のモルター様が殺害された事件の真相が、どういうことよ。話にもきちんと話して。そんな場所に血痕がつくってことは、目の前でぶっ刺さない限りそんなところにつかないだろう。やっぱりメグンダラさんがやったのかよ。メグンダラ氏のコートに被害者の血痕が散っていた。2ヶ月前の裁判でメグンダラ様はこのように証言しています。目の前に人が倒れていれば助けを起こそうとするのが人情でしょう。私はカバ手袋に血がつくのも構わずに手を差し伸べたのです。これ嘘ね。これ嘘ですよね。そんなとこにつきませんもんね。しかしこのコートを見れば明らかです。これは被害者を抱き起こした時についた血痕ではありえない。ええ、その場合このように血が飛び散ることはございません。目の前でザクッとやらない限り、つまりこの血痕は被害者を刺した時の返り血と考えるしかない。今まで考えることから逃げてきた。でもはっきりしたな。もう真実から目をそらすことはできない。そういうことだったのか。やはりあの事件の真犯人は小銭めぐんだろだったんだ。なるほど、王様。悪いことしたな、フェアプレイさんとか、レディーファーストさんに。これでついにあの事件に決着がつきましたね。僕は、あの裁判で、真犯人を無罪にしてしまったんだ。あいつがでっち上げた偽物の証拠と、証言で。
なんということだ。なるほど君は、信じていたの？その、メグンダルって人のことを。まあでも信じていないとはそこまでやれないからね。一応信じた気持ちはあったと思うんだけどな。信じていた。多分、そのはずだと思うよ。だって、信じることが弁護士の、ただ一つの武器なんだから。なるほど君の武器。いや、あれは仕方ないとしか言えないよな、でもな。日本にいた時、僕の親友が教えてくれた。カズマ様でございますか。いいかなるほど。俺たち弁護士には何が真実かなんてわからない。だから弁護士の武器はただ一つ。自分の依頼人を信じること。それ以外にない。信じる。もう本当に麻生義はいいこといっぱい言ってくれてたよね。なるほどさんに対して。依頼人の言葉は心から、信じるから、俺は全力で戦うことができる。そしてどんな勝負も、信念がなければ勝利はない。そうだよね。信じるからこそ、やったっていうことは全部何かしらの見間違いとか、まあ、嘘とか、そういう風に思えることができるわけだからね。信じるからこそ。だから俺は貴様を信じるのだ。それが俺の信念だ。なるほど。ふふふ。何がおかしいんですか、ジーナさん。日本って国はやっぱり甘いなって思って。だって、簡単に人を信じたりするから、こんな目に遭うんじゃない。殺人の罪を犯した者に、無罪の判決を与えてしまった。でも、今度は、あんたも思い知ったでしょ。人を信じたって、結局裏切られて、傷つくだけ。だから、信じた時点で負けなんだよ。誰も信じなければ。誰にも裏切られることはないんだから。まあ確かにそうだよね。まあでも別に裏切られてもね、いいじゃないっていう考え方もありますよね。ただ私が勝手に信じただけなんだ。私が信じて、私がやっただけなんだから。皆様よろしいでしょうか。裏切られたら私の目が見る目がなかったってだけでね。何？最後にもう一度だけ確認させていただきます。明日の裁判の依頼状どういたしましょうか。いや、ジーナさんどうなんだろうな。だからさっきも言ったじゃない、破って捨ててって。本当にそれでよろしいのですか。そこの弁護士さんだってその方がいいと思ってるでしょ。2ヶ月前の裁判、私は嘘の証言でみんなを騙した。それなのにそんな私を今更信じるなんてありえない。いかがですか。なるほど様、ここでなるほど様なんて言うんだ。弁護士のただ一つの武器は依頼人を信じること。僕の最終的な答えはつまりジーナさんを信じるかどうかを、ここで選択肢を出してくるか。そうですね、信じるか信じないかでしょ。これはあくまでもなるほどさんの本当に自由というかまあそれもあるし、まあアイリスさんとかスタートさんとか、ここの大英帝国でいろんなつながりができたわけじゃないですか。ジーナさんとも関わって一緒に過ごして、そんなジーナさんを信じるからこそ頑張ってきたんですよ。ここまで。信じる以外の選択肢はないですよ。ジーナさん、もう一度言います。明日の裁判、僕に弁護をさせてもらえませんか？何言ってるの？だってジーナさんは一度だって
犯行を認めていませんからね。僕は、そのジーナさんの言葉を信じます。なるほど。あんた、私の言ったことちゃんと聞いてたの？私は平気で嘘をつく、スリの子なんだよ。でもなんか、あなた、なんかとっさのことで本音もポロッと言うじゃないですか。2ヶ月前、あんたを騙して、ひどい目に遭わせてるんだよ。そんなひどい奴を信じるなんて、そんなにおかしいよ。でもそのひどいことしたっていう風に自分で自覚して、後悔してるじゃないですか。それはいい人ってことだよ。それ優しい人ってことだよ。ジーナ様。ジーナ様が人を信じない理由は分かりました。でも、あなた様はきっとまだご存じないことがあると思うのです。なんてこと？この世界には、信じてもいいものが確かにいるという事実でございます。確かに僕は留学生で頼りないのを認めます。でも、これだけは断言します。何があっても、最後の最後まで、粘り強く、僕はジーナさんの味方です。決して諦めません。いくら周りから罵倒されようとも。何それ。信じ抜きましょう。戦い抜きましょう、ジーナさんのために。それではこれから、こちらの依頼者の手続きをしてまいりますね。なかなか綺麗に書けましたので、捨てるにはもったいないと存じます。そうだな。勝手にすれば。日本人って、ほんと、意味がわかんない。ジーナさん、安心したのか、独房の奥に引っ込んでしまった。これでよかったのかな。いや、よかったでしょう。まあ、あとは頑張るだけだ。そこに隠れてるものをびっくりした。びっくりした。何ですか、佐藤さん。達人とは卑怯の極み。姿を現しなさいませ。佐藤さん？奥の独房の角に先ほどまではなかった人の気配があります。何ですって、誰だ？出てこい、この野郎。いや、参りましたな。あ、グレグソンさん、意外だね。これが有名な日本の忍術というやつかな。忍んでいたのはケイスさんの方でしたけどね。何でしょうか？あ、グレグソンくんだ。これはこれはこれはもう失礼しました、お嬢様。何してたんですか？怪しいですね、グレグソンさん。いつから盗み聞きしてたの、グレグソン君では。めっそうもない、盗み聞きだなんて、そんな。なんかね、こういう刑事でも信用ならないからな。逆転裁判シリーズ。こういう刑事だって、ね、意外に真犯人の可能性もあるからね。何せ、面会時間を過ぎても帰らない、クラシな輩がいると聞いたもので。ああ、すいません。普通にすいません。こうしておっとり刀で、たった今駆けつけてきたと。たらたらひたすらそんなわけなのですよ。面会時間がもうそんな時間なんですね。それではお嬢様、グレグソン刑事、これにて失敬の巻。何分一つここは、何とぞよろしくどうぞ。悪い、なんか、悪くは思わないでくれよ、みたいな。大人の挨拶が一方的に投げつけられているな。せっかくだからお話を聞かせてほしいの、グレグソン君。ああ、それがその、今はゆっくりしてる時間がないのです。必死に悪く思われないようにやってますね、グレクソンさんもね。大変そうだわ。あれ、そうなんだ。残念だ。強盗法院の緊急事態に蹴りをつけないと、ボルテックス卿に。ああ、それ何なんですか？緊急事態なんか関わってきそうだよね。ボルテックス卿。とにかく、お嬢様、そういうことですので。わかった。また今度遊ぼうね。遊ぼうね。金がたりかなったりで。では、いずれまたそのうちに。
大人の社交辞令か。そうだね、大変だな、すげえ疲れてるだろうな、これ終わった後とか。グレグソンさん疲弊してるでしょうね。グレグソン君楽しいよね、あの危機迫る感じが好きだな。確かに10歳の子にあの角度で敬礼するケイリさんは見応えがあるね。強盗法院の緊急事態か、ちょっと気になるな。それでは私は今から法廷の事務局へ行ってまいります。そうですね、手続きを。わかりました、よろしくお願いします。あ、そっか、佐藤さんともお別れなのか。なるほど、様はアイリス様とご一緒に先にお戻りくださいませ。そっか、明日も帰国しちゃうんだもんね。そういや、こうして僕たちの調査は終了した。ジーナさんの弁護の手続きをするため佐藤さんは法廷の事務局へ向かった。その瞬間、なんとか封じ込めてきたあのことが嫌でも心に蘇ってきた。明日、そう、佐藤さんは日本に帰国する。ってことは明日の法廷はさ、いないってことだよね、佐藤さん。なんかすごいいい場面で帰ってきそうだよな、佐藤さん。なるほど様、本日は本当にお疲れ様でございました。いや、それはむしろ佐藤さんの方です。目の前でホームズさんが撃たれて、ジーナさんが逮捕されて、そして父上の病の報を受けて日本への帰国が決まった。もう気が気じゃないはずなんですよね、佐藤さんも。お父上、御言葉教授のご無事を祈っています。お心遣いありがとうございます。なぜでございましょうね、言葉が頭の中に嵐のように渦巻いているのに、それをどうお伝えすればよいのかわかりません。今まで本当にお世話になったからな、佐藤さんには。それは僕も一緒です。もうどこから言ったらいいのかがわからないぐらいの。とにかく、なるほど様の法務助手として、あと一つ。最後の仕事を終えたら、明日の準備にかかろうと存じます。最後の仕事？それは、帰国。ロンドンへ到着して2ヶ月。私どもの事務所もできて、これからという時に、悔しくないと言えば、それは嘘になります。佐藤さん、あまりにも突然で、今は何をどう考えていいのか心の整理ができておりませんでしょうね。これまで短い間ですけど、いくつかの法廷に弁護士として立って感じたことがあります。お聞かせくださいますか。人間には実にいろいろな側面があるのだと。側面、そしてそれらは複雑に影を落として事件が起こります。でも僕たちはそのほんの一部分しか見ることができない。全てを知ることはなかなかね。僕たちの見えないところに一体何があるのか、今までの事件に一体何が隠れてたものがあったのか、全部が見えてたわけじゃないでしょうからね。もしかしたら一生見えないままかもしれません。本当にそうでございますね。今の僕たちはまだ見えていないことだらけです。でも、いつの日にか全ての巡り合わせが交差するとき、その連鎖をこの目で見ることができるかもしれません。なるほど様、大事なのはその日が来るまで立ち止まらず目を見開いて歩き続けることだと思うのです。佐藤さんも、どうか、あれからたった2ヶ月なのに、本当に頼もしくなったのですね。え、何ですか？いえ、何でもございません。いや、佐藤さんのおかげでしょう。明日の朝は何時にロンドンを出発するのですか？はい、先ほどいただいた旅行券を見たところ、
ここを出る時刻は午前4時でございます。わかりました。それなら僕もロンドン駅まで。それはなりません。え、なるほど様もお別れでございましょう。明日の朝、なるほど様に大切な使命がございます。それに集中しろと、ジーナさんの裁判。それは分かっていますけど、なるほど様の一言で、ジーナ様の運命が決定する。重大な役割ですよね。余すところなく集中してそっちに。とにかく今夜は、たとえほんの少しであっても体を休めてくださいませ。で、明日はまあ、それに全身全霊に打ち込んでくださいと、スタートからのお願いでございます。最後の仕事は、仕事とは、先ほど言っていた最後の仕事というのは、ああ、危ない。忘れるところでございました。どうぞ、こちらを。これは、分厚い書類を束ねてある。これもしかして、あ、佐藤さんがいつも見てた、あれか。なんか、ねえ、いつもそれで調べてくれてたよね。事件の資料でございます。今から2ヶ月前。あ、それか。オムニバスの中で起きた殺人事件の。ちゃんと付箋も振ってあって、小銭に恵んだる。この度の質屋で起きたハッチ様の事件。まだ見えぬ闇の底に、物の影を感じましたので、勝手ながらこのように資料にまとめておきました。こんな時だというのに、美しい文字でびっしりと書き込みがされている。もしよろしければ、明日の裁判で何かの武器に使ってやってくださいませ。ありがとうございます。大切に使わせてもらいます。佐藤さんはやっぱり世界一の法務助手だと思います。それは何よりも嬉しい、お褒めの言葉でございます。でも、きっと、私は、法務助手として失格なのでございます。え？今何か言いましたか？あ、いえ、何でもございません。どういう意味ですか、今のは。それではもう夜も遅うございます。なるほど様はそろそろお休みくださいませ。私はこれから部屋に戻り、被告の準備をいたします。佐藤さん、なるほど様のご分をお祈り しております。では、お休みなさいませ。待ってください。まだ大事なことを言っていない。おぉなんだ、今なんか素敵な感じになるかなと思ったら、これは、ひじ、さとわりでございます。普通に究極非容疑が出ましたね。さとわり。すさとわり？毎回同じ景色なんだけどな。どうか、ご賞でございます。ここで、お別れの言葉を聞いてしまったら、スタートは、泣いてしまいます。なんか、これしかなんかちょっと画面が、ナルトさんがなんかちょっと、泣いた、ああ、泣いてるのかもしれんな。この曇り具合は、スタートさん。本当に大変な一日だった。捜査で歩き回り、ジーナさんの心に触れ、2ヶ月前の真実を知らされた。心と体は疲れ切っていた。だけど、眠れるわけがない。そう思ったけど、無理やり目を閉じた。ロンドンに着いてから2ヶ月、いろいろな光景がよぎるうち、いつしか僕は眠りに落ちていた。いよいよ法
皇帝ですね。4月17日深夜、セントアントルード病院3号病室。お、ホームズさん？なるほど。お話はよくわかりました。どうか、よろしくお願いいたします。なんだなんだ？すべてあなたの希望通りにすると、約束しましょう。ありがとうございます。最後にお会いできてよかったです。シャーロック・ホームズさん。それはこちらの言葉ですよ。これ、スタトさんが、ホームズさんに、あ、それでは良い船旅を祈っていますよ。ミス・スタト。何何何何？何かお願いしてたね。なんかさ、ホームズさんとスタッフさんしかわからないことがなんかあるんでしょうね。あの、バスカビル家の犬のこともそうだし。何なんだろう。気になる感じで終わっちゃいましたね。まあでも何はともあれ、法廷ですね。